今回初のコラボ企画ということで YouTuber の中村さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人ともあれですね、ザ本当にリンカンさんで働いてるって言われたら、あ、はいってな、もうなんかザって感じがして、はい、かっこいいですね。中村さん、ちなみにリンカンって、はい、いらっしゃったことあります？いや、何回もありますよ。あ、そうですか、ね、いや、実際ここであのヘアゴム買ったんですよ、クロガハーツの。あー、すっごい前なんですけど、動画にもリンカンさんで買いました。ちょろっと言ったかもしれないですけど、買わせてもらった思い出があります、ここは。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の企画なんですけども、はい、この店舗がちょっとリンカンのクロムハーツ専門店、はい、クロムハーツオンリーのお店であるので、と中村さんにちょっとクロムハーツの魅力をちょっとしていただきたいなということで、今回普段クロムハーツつけられ、いやでも本当にそのヘアゴムがちょっと今行方不明なんですけど全力で今後探したいなと思ってますけど、それ以外だと本当に持ってないですね。あ、本当にクロムハーツだとなんかブランド古着やった時もほぼほぼ買い取りもしてなかったんで、まあ、ゼロって言ったらあれですけど、かなり知識がダガーぐらいしか分かんないので、ちょっといろいろ聞けたらと思います。はい、はい、ジップすごい、ジップすごいですよね、これね。非売品らしいですよね、これ。これ非売品になってます。火つくんですかね、これ。あ、これあのちゃんと稼働できて。つくんですか。火もつきます。ちょっと今あのオイルがいるんですけど。これで火つけるだけで一本動画できそうですもんね。かっこいいな。発想がやっぱ定るね。ショートならいけるかな。面白いのがそのアクセサリーだけではなくて、はい、そういったこうライフスタイルに合わせたようなアイテムを提案していることが多くて、例えばそのジッポの横、うん、あのバーベキューとかに使うマシュマロ、これですね。え、これマシュマロと思います。マシュマロを燃やすような、おい、どんだけおしゃれなマシュマロだこれすごいですね。ピザカッターとか、ピザカッター、ピザを、あ、ピザ、あ、今ここにはないんですけども、これですね。そうです。あとは縄跳びとかえ、縄はどうなってるんですか。縄はレザーレザーなるほど。めちゃくちゃ痛いかもしれない無知っすよねそういった面白いアイテムがいっぱいある、まな板だっけな、あ、はい、なんかもう、はい、そう、こういった、あ、これもそうなんです。あ、そうめちゃめちゃ大事にまな板絶対使わないって言ってたんですよ。まな板じゃないじゃんって言ってたんですけど、そうなんですよね。やっぱだからいろんなライフスタイルに合うようなものがいっぱい出てて、それが全部かっこいいからすごいですよね。え、これはちなみに、これもバーベキュー用具なんですか。シャボン玉になってますね。バブルソープって言うんですけどこれやばいっすねこれでシャボン玉作るんですね。確かに言われたら円っていうか丸になってますもんね、ちゃんとね、こうやってふーって。一応普通に販売されたやつじゃなくて、顧客様に優先的にちょっと送られたノベルティアイテム。ああ、もうなるほどなるほど、もう死ぬほどいっぱい買ってる方にでもファンからしたら嬉しいですよね、こういうのも。なんかエントリーで最初にお勧めするならみたいなのが逆にあったりするんですか。なんかそうですね、最初に入られる方だとリングかネックレストップ、選ばれる方が多いかなと思います。一番左上のごついのがやっぱちょっと気になりますね。すごいですね、これね。これがクラシックオーバルっていうんですか。はい、クラシックオーバルっていうリングになってまして、まあ結構クロムハーツでずっと前から定番で出されてるリングになってます。あ、ちょっと大きいかな。あ、これぐらいだとギリいけるかなって感じですね。これ結構すごいですね。そうですね、一つでかなりインパクトがあるんでこれはもう武器っすねこれぐらいだとちょうどいい感じなんですかね。そうですね、キーパーリングだと結構、自分の出てる動画とかでも何回もご紹介させていただいてるような、はいはいはい、クロムハーツ代表するようなリングになってますね。やっぱりちょっとつけてみてもいいですか、キーパーリング。ああ、確かにこの方が違和感はないというか、僕今中指でちょうどいいんですけど。そうですね、クラシックオーバルほど大きすぎないのでまあ他の、今つけてあるようなリングと合わせてつけていただけるかもしれないです。あ、確かに。でもかっこいいですね、やっぱり。なんかかっこいいというか、やっぱりクロムハーツって感じがすごいですねそうですね、マジでパッと見でわかるというか。スクロールバンドリングっていうリングになってますね。クロムハーツ代表するモチーフの一つで、このリングの派生形といいますか、同じような形状でいろいろクロスついたりとか他にも出てるっていう感じです。あ、これ結構でかいな、親指切るわすごいこれこれはでもつきやすいですよね。そうですね、なんならこれはめちゃめちゃつきやすいですね、
それこそ、まあ、クロムハーツ代表するデザインなんですけど、クロムハーツっぽくないと思いますか。確かに他のリングとの、あのブランドのリングとの親和性も高いかな。これしかも安いですね。そうですね、3万で買えるんですね。これ3万円ぐらいで中古だとお買い求めいただきます。あ、スペーサーはマジで。そうですね、これ分かりま、いや、まあ、なんか聞いたことありました。あ、スペーサーは、なるほど。スペーサーリング結構シンプル、まあクロムハーツの中でもかなりシンプルな方のリングになってますね。そうですね、かなりこれだと本当誰でもつけやすいというか。確かに確かに、これはこれはこれこそマジで有名ですよね。そうですね、まあですね、つけるとこうです。長尾さん、ちょうどありますよ。あー、これですね。そう、これです。あの右から、あ、てか全部一緒か。右から2番目っていうか全部一緒か。あのコントのやつ、え、こんなしなかったのに。やっぱ上がってるんですね、値段。金額かなり上がってますね。まあ今年の6月ぐらいに、はい、あの一気に大幅な値上げが、定価の値上げがあったみたいで、それの影響を受けて中古の価格もかなり上昇傾向にあると。いや、これ本当に一回買ったんですよね。ここで買ったんですよ。絶対あると思うんです。探しますよ。すごいな。ご購入していただいてる時はだいぶお得に、あのお買い求めいただいてるかなと思います。なるほど、よかったです。あとは見つかればいいです。もし今売ったらちょっとお得になるので。確かにそうですね。あの多分ちょうど帰ってきそうな感じが。いや、でも僕もやっぱさすがに聞いたことあるのが、このダガーはあまりにもやっぱり、はい、あのフーディーとかにもくっついてるんで。そうですね。そうなんですよ、よく見るなっていうので。やっぱそうなんですね。一番最初におすすめするのはどれとかあるんですか。あれ、定番と言われているものがベイビーファットだったり、先ほど その中野さんがおっしゃっていたこのダガーもそうですし。ダガーつけてみてもいいですか。もちろんです。吹き終わると難しいですよ。やりますか。あ、大丈夫ですか。頑張る、頑張る、頑張りますね。あ、でも無理そうな、いけるかなこれ。一応長さが45センチですかね。いや、なんか僕のテクニック的にいけるかなっていう感じですか。これが、あ、でもちょうど短くつけてるぐらいの感じですかね。これがダガーですね。ちょっと見てみてもいいですか。はい、あ、すいません、はい、あ、普通ですね。普通でした。あ、なるほど。でも T シャツ1枚でこれとかだとかっこいいですね、普通にね。これが結構シンプルな一番はなんか、そうですね、形としては。ケンブロ下がってますからね。強そうですね。強そうですね。強そうですかね。ダガーですからね。探検ですから。やっぱ結構有名ですもんね。ダガーよく見ますよね。ダガー有名ですね。でも出た、あのクロムハーツが始まってからもう最初からあるデザインにはなるので。なるほど。逆に最初なんか最近でデザインとかもあったりするんですか。最近ですと、はい、この同じダガーではあるんですけど、このバインダガーと言われている。ダガーなんですか。ダガーです。本当だ。はい、これは新しいですね。これがバインダガーですね。はい、バインダガーというモデルになります。かっこいいですもんね。これ厚みもすごいあるし、かっこいいですよ。光沢感とかも非常にいいですね。逆かもしれないです。あ、え、嘘、逆ですか。今ついたんですけど。逆につけられてます。逆につけた。ちょっとイメージでこうちょっと見せますね。ごめんなさい、ここねじってるんですけど、ごめんなさい。これはこっちの方がなんか逆にクロムハーツ感は出ますね。そうですね、なんかデザイン性が強いというか。え、ちなみにこれって売り物ですか。これは非売品です。あ、これは非売品、はい、これもじゃあもしかしたらお客さんとかに。それって何ですか。後ろにこうテープついてて、おそらくあのクロムハーツの直営店の、あ、お店で、はい、あの備品についてた、こういうところにパッてついてた。あ、そうなんですか。はい、このロープってごめんなさい、何に使うんですか。こちらレザーブレードで、あの大きめのネックレストップにこうつける形になります。じゃあこれもネックレスの、言うたらチェーン。あ、チェーンですね。みたいな。へえ、ちょっと見てもいいですか。はい、え、チェーンなんですね、これ。これなんか普通につきやすそうでかっこいいですけどね。え、これどう、あ、こう引っ掛けるんですか。はい、そのまま通していただいて、で後ろでこう縛って。あ、こういうことですか。あ、そうです、そうです。へえ、すごいじゃん。長いんですね、これは。長めです。なのでこう長さ調節できるっていうのが結構メリットかなと思います。しかも安いですね、やっぱり。あの2万円とかなんで。そうですね、レザーブレードは比較的安いかなと思う。なんかレザーブレードと、あ、
あれなスクロールバンドでしたっけ、ああ先ほどの、はい、なんか結構お買い得なのもあるんですね。あります。そこなんか中野さんが気になるのアパレルですかね。アパレルがやっぱちょっと気になりますね。なんかやっぱフーディーって一番着られてる方多いじゃないですか。そうですね、今日もあ、そう着られてますもんね。今あの自分も。そうですよね。それってよくあるフーディーですか。そうですね。クロムハーツで多分レギュラー商品、まあ、で出されてるフーディーですかね。あの色違うじゃないですか、この色の、はい。これってなんか意味あるんですか。これはあのクロムハーツがオンラインで限定で発売されてるあのフーディーになってます、ね。オンライン限定。あ、そうです。赤とかもありましたよね、さっきちらって見たんですけど。あ、そうですよね、赤のデザイン、これもオンライン限定で発売されてて、まあ、通常はあの白プリントが多分一番よく見るかなとは思うんですけど、面白いのがレザーパッチにあのデザイナーだったりとかのサインが一個一個書いてあるのがすっごい、じゃあレアなんですね。なるほど。赤はどんな感じなんですか、デザイン。赤はもうあの通常のものと変わらず、これめっちゃよく見ますよね。そうです、プリントのものになってます。あ、やっぱりじゃあさっきのはすごいスペシャルなんですね。スペシャルです。だってレザーパッチがあってここにプレートもあってでしたもんね。もうこれはじゃあ一番着やすい。そうですね、これがよくある形なんで、これで 10万くらいかな。10万くらいであってほしいな。あ、でも本当にぴったりそれぐらいですね。そうですね、まあ、ちょっとこのモデルに関しては、はいはい、ここの首の紐が欠損してるからお安いっていうのがあるんですけど。なるほど。だいたい12万円ぐらいかなと思います。ちょうどいいものでも。じゃあ紐で今2万円、紐に2万円の買ってますね今。なんか他にもあったりするんですか、はい、フーディーはちょっと僕も気になってて、フーディー結構僕好きで、うん、なんかさっきジップの気になった。あ、そうなんですよ。ジップアップがあったらなんか結構いいなとか欲しいなと思ってたんですよね。あ、これもジップアップ、これジップアップっぽくないですか。そうです、これはジップアップのフーディーで、あ、ジップがダガーになってるんですね。大きめのジップ、ジップがもうダガーになっちゃってるから、もうこれで値段がちょっとね、あれですもんね。これ腕に入ってるんですね。そうですね、あ、フロントにも腕にあのロゴが入ってるんだと、フロントにあのロゴが入って、まあ、この下の部分とかにスクロールラベルって言うんですけど。ああ、スクロールラベルって名前があるんですね。あ、そうです、ラベルに名前があるんですね。形に名前があるのも斬新ですね。いや、でもフーディーだけでめっちゃありますね。フーディーもかなりあのいろいろ展開があって、あ、やっぱなんかこの緑の後ろのディテールが一番いいですね。あのなんか全部入ってる感じが。そうですね、まあ、あのいいとこを詰め込んだような、はい、レザーの上にスクロールラベルのシルバーのプレートがついてるんで、これかっこいいですね。いや、これがでいいけど、確かに値段がねちょっとやっぱり結構すごいから、着るのはちょっと緊張しちゃいますからね。やっぱりでも結構いろいろな、赤のこれ着てみてもいいですか。あ、確かに。これ L っぽいですよね、なんか L な気するんですよね。この直感が L だと言ってるんですよね。そうですね、あ、今 L した。紐って売ってないですか。紐だけですか。そうですね、いうか、うちはしてこないかもしれない。紐ってあれ通したらどうする、あれ入れられないですか。レーザーブレード入ると思います。入ります。え、それ一番かっこよくないですか。そうですね、多分あのそういう風にカスタムしてある方もいらっしゃると思います。あ、それが一番いいじゃん。だってあれですもんね、これ10万ぐらいで、さっきの紐がなくて12万ぐらいだったじゃないですか。です、ね、あ、紐があってか。だから1万4000円の紐通せば、こっちの方がかっこよくて安いかもしれないですもんね。そうです。サイズ感的にもちょうど良さそうな。あ、黒赤だとなんかもうすごいですね。もうゴリゴリっすね。あ、でもサイズは別に L でゆったりって感じですかね。確かに。そして着心地結構いいですね。あ、そうですね。結構裏起毛とかになってて、まあ柔らかいパーカーになるんで。そうですね。裏起毛の感じがしかもすごいなんか上品な感じなんで。これレザーブレードでしたっけ、あれ名前。あ、はい、あ、レザーブレードか。なんかちょっと合わせてみます。え、いいんですか。レザーブレード絶対合いますよね。レザーブレード絶対合いますよね。2回同じこと言ったんですけど。かっこいいと思います。当然そうですよね。これあ、そっか、イメージとして。イメージとして、まあ。こう出る感じですよね、イメージ。こういう感じで。絶対これの方が豪華ですよね。コットンの紐よりこっちの方がなんか豪華ではありますよね。そうですね、すごいし
さすがだなっていう感じ。あ、いやいやいや。なんかそれにしか見えなかったんですよ、最初。そうなのかなと思ったぐらいだったんで。赤黒、赤黒、そっか。これはクロムハーツって書いてあるんですか？違う。あ、そうですね。確かクロムハーツのオンラインサイトで発売されてるんで、オンラインサイトの URL といいますか。え、これ www ですか？あ、そうですね。ドットコムよね。あ、ここが、そうか、ドットコムですね。あ、そうです。へー、なるほど。宣伝もしなきゃいけないですね。すごいなぁ。黒赤いいなぁ。いや、ちょっと緑も着てみていいですか？あ、確かに。すいません、ちょっと緑も。あ、青いいっすね。青の方が。青のか。青は紐ついちゃってる感じですか？青は紐ついてて、サイズがかなり大きい。確かダブル XL ですね。あ、ちょっと着てみていいですか？はい。あ、これは、さっきのやつ変わらないぐらい。変わらない。しかも紐ついてる。でも紐はな、あれじゃないですか、さっきの赤い人、もしかしたらレザーブレード通してたんじゃないですか？確かに。そうです。正解かもしれないです、ね。違和感ありますよ、それ。あ、これめっちゃでけえ。あ、青の方がでも着やすさはありますね。あ、そうですね。なんかやっぱ正直黒赤って何でもそうだと思うんですけど、ファッションアイテムだとなんかこうかかってるときかっこいいんですけど、着るとやっぱり結構強いから、ちょっとこう着れるかな俺っていつも思うんですけど、黒赤、あ、でもサイズは L の方がいいかもな。あ、でも今でっかく着てるよだったらこっちでもいいのか。いや、青黒いいっすね。でもこれも、そうなんだ。ちょ、緑もいいですか？はい、ごめんなさい。ちょっと L だとちょうどいいぐらいなんで、昔の感覚で言うとでかいんだけど、今の感覚で言うと L でちょうどいいんだよな。緑は緑で、そうですね、緑も別に着れる感じするけどな。一番豪華ですね、ここは。2016、7年ぐらいから出されてる PPO シリーズっていう。 PPO？あ、そうですね、ビートパンクオフスプリングっていう、まあ、ラインみたいな感じなんですけど。ビートパンクオフスプリング。なんか名前が全部かっこいいですね。確かに。ごめんなさい、勝手に取っちゃってるんですけど。これはちょっとちっちゃめですかね。これは M サイズですね、多分。多分、まあ、サイズ感分かるようになってきました。S でした。あ、 S でした。まあ、なんか結構何でしょう、そのシーズンシーズンによってサイズ感とかも変わってくるんで。あ、なるほど。まあ、でも普通にデニムシャツとかかっこいいイメージがとってもあって、この辺とか、はい、あ、これめっちゃかっこいいですね。普通にこれめっちゃ普通にシンプルでかっこいいわ。これ着てみてもいいですか？あ、ぜひ。かっこいいですね。着れるか。あ、全然着れるわ。あ、ジャストだ。これなんか着てそうだな。あ、これ全身目とかしてたら結構モードですね。なんか綺麗な感じで開けてると確かにラフなんですけど、でここのポケットがあるんですね。 M でジャストだな、完全に僕。へえ、多いな。え、ダウン系のもあるんですね。でもね、ダウンもあります。それが結構豪華なオールレザーのスティッフっていうダウンになってますね。はい。金額はまあそうですね、ギャグみたいな。結構すごい。まあでも、まあそうか、そんなもんだよなって感じですね。ちなみにこの値段82万とかですね。でしかもちゃんとシルバーは、これだってあれですもんね、ほんと根性について根性みたいですもんね。あ、そうです。このサイズぐらいだ。それがいっぱいついてるんで、この辺とかダダダってきてますからね。3つジップもダガーとかになってますね。ああ、ほんとだ。じゃあもう贅沢の極みのアイテムなんですね。どれがどれだかみたいな。え、これスタジョンですか？そうですね、まあ、スタジョンの。スタジョンかっこいいですね、やっぱり。なんかやっぱ今季スタジョンちょっと欲しいなと思ってて、はい、一着欲しいなと思って今結構駆け巡ってるんですけど、まあどこがいいかなと思ってたんですけど、これ結構、あ、まあ、でも値段もあれですけど。ちょっと今80万見てるから50万安く見えるんですけど。これちょっと最後着てみていいですか？あ、ぜひぜひ。これちょっとかっこいいな、これ。いや、これなんかこれがかっこ、すっごいかっこいい気がする。これめっちゃかっこいい気がするな。スタジャンだけどオールブラックですもんね、しかも。そうですね。あ、これ着やすそうですね。めっちゃ似合ってます。あ、ありがとうございます。これもここにダガーじゃないんですけど、これは何か名前あるんですか？別に特に。これクロスボールっていうモチーフになってますね。あ、じゃああれクロスボールなんですね。コントについてるのも。あ、そうです。
これかっこいいですね。でもこれめっちゃかっこいいよ普通に。これいいっすね。なんかしかもそのさっきおっしゃってた店長さんがおっしゃってたような、なんかこのいい意味でクロムハーツっぽくないところがちょっとあるというか、あのなんでかっていうとそのクロスボールのスナップも結構ちっちゃいじゃないですか、このボタンも、うん、なんかもっとでかいとあクロムハーツって感じなんですけど、ちっちゃいからこの距離で見てて分かんないんですよね。あんまりよく見るとあクロスボールじゃんってなるようなデザインがいいな。しかも後ろもシンプルだし、あここにスクロールラベル正解です。怪しかった。これめっちゃいいな。ちょっと悩むなこれマジで。でも55か。無理か。いやでもこれかっこいいですね。かなりお似合いになれると思います。ありがとうございます。なんかこのあのなんかいっぱい喋って申し訳ないですけど、このここの狭さとかもめっちゃかっこいいですね。なんかちょっとミニマル感あるクロムハーツって面白くないですか。いいなと思いましたね。いやこれめっちゃいいな。はい。ということでいろんなアイテムを見ていただきましたけど、いかがでしょうか。なんか決してめちゃめちゃ広いお店とかではないと思うんですけど、もう敷き詰まってましたね、クロムハーツの全てが。フラリーはめっちゃちょっと気になってるんで、ちょっと覚悟が決まったら来ようかなと思ってますね。よろしくお願いします。ありがとうございます。で一度なんかちょっと今日多分同じ日に上がってるかもしれないですけど、ちょっとさっきちょっとリンカンさんの渋谷店にご協力いただきまして、新顔のまあ、クイズじゃないですけれども、ちょっとまあこう同じもので心眼見極めるみたいな動画も僕の方のチャンネルの方で撮らせてもらったので、そちらもぜひよかったら見ていただけますと幸いです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。